受け取って、ここちゃんと見て、ま、抜けたスターリン決めて、あ、いや、いいわ、ほんとに。ほんまにワイのクラブのスターや。はい、どうも、グラットでございます。という感じ、この笑顔のスターリング、来ましたね。まあ、ライブでも使ってたんですけどね。身長170センチ、役割意識高い、守備意識、普通、利き足左、スキルムーブ4、逆足4となっています。でね、魔改造されて、利き足がね、左になってて、逆足もね、上がってるという、もうよくわからん状態になってます。はい。で、市場では35、6万かな。まあ、比較的安い方かなと思いますけどね。という感じで能力見ていきましょう。はい。で、能力ですね。まあ、能力も爆上がりしています。やっぱ特筆すべきはペースとドリブル部分かな。やっぱりしやすい部分かなと思います。はい。で、それプラスシュートもいいのかなっていう感じだな。で、ウィークポイントは、フィジカル、守備部分かなと思います。まあ、フィジカルがね、68ではあるので、まあ、ちょっと低めなのかな。まあ、ここも上がってるけどね。低めなのかなっていう感じかな。で、選手特性なんですけども、彼の身のこなし、高速ドリブルとなっています。で、連携スタイルなんですけども、マックスマンがいいと思ってます。まあ、シュート部分をね、上げたい部分はあるんですけども、フィジカルもね、なんだかんだね、上がるっていうところで、かなりね、いい感じになるんですよね。なんで俺、マックスマンがかなりいいと思います。はい、で、スカッターなんですけども、まあ、かなり組みやすいかなと思ってます。まあ、アーノルドとね、組み合わせられるし、で、イングランド、マンチェスターシティってことで、もうね、困ることはない。絶対ない。で、置き場所なんですけども、スターリングの置き場所は、右サイドがいいかなと、まあ、左でもいいですけどね、どっちもいいですけど、サイドがいいかなと思います。トップだとね、ちょっとね、フィジカルが足りない部分があるのかなとは思ったりしてるので、まあ、右サイドに置いて左利きではあるので、ドリブルで中に入っていって、自分で最後シュート打っていく。みたいな感じで、使うのがいいのかなと思ってます。はい、ということで、映像を見ていきたいと思います。はい、ということで試合映像を見ていきたいと思います。ちょっとライブ中の映像なんで荒いかもしれませんが、ご了承くださいという感じで、操作性から見ていきたいと思います。非常に軽く速く、通常操作でヌルヌル動く操作性ということで、やっぱスターリング速いなぁ。ほんまヌルヌル、マジでヌルヌルです。アジャイルだったりとかそういうのも使わずに、本当に好き放題でいける操作性かなと思います。これなんだかんだね、パスというかクロスなんかな、クロスも上手かったりとかするので、やっぱサイド起用っていうのが、やっぱいいのかなと思いました。で、あと自分で突破できるね。この感じ。スピードとヌルヌル動くから相手は反応できない。本当に自由。マジで自由。こことかね、一回捉えちゃうんですけど、自分でゴリゴリいって最後決めるっていう。マジでとんでもないこいつ。うん。まあダブルタッチとかはね、できるし、で、相手に一回取られかけても、ドリブル数字が高くて、取り返したりとかね。で、最後ファイルもらって PK もらったりとか。ほんと、好き放題でいけるかなっていう選手になると思います。結構唯一無二感はあるかな、スターリングに関しては。なんか独特、ドリブルタッチはデカそうに見えてデカくないし、細かい動きもできるし、スピードも乗れるし、切り返しもギュンギュンやし。ほんとにね、スターリングに関しては、独特なドリブルができるのかなと思いました。相手にいたら嫌やね。俺は嫌ですね。ドリブルはめちゃめちゃしにくい選手かなと思いますね。ということで次は AI ですね。距離を取り、気を見て動く AI という感じで。このスターリング選手ね、割と気を見てなんかいろんなところに動いている感じはありました。結構裏抜けしたりとか、もらいに来たりとか。で、クロスとかは結構、ね、積極的に絡んでくれたりはするんですけど、こことかね、一回もらいに来てワンツーでもらって最後シュート打つだったりとか。本当に結構自由に動いてる部分もあるんですけど、結構距離を取りながら動いてるのかなって印象は受けました。うん。で、右サイドとかね、本当に連動して動いてくれることはあるので、エアリーに関してはすごいやりやすい。うん、サイドに置いてはすごいやりやすいかなと思いました。んでね、やっぱりサイド起用すると、こういった感じで詰めてくれたりとかもするので、やっぱりね、こぼれ球反応にもいいし、で、連動して動くし、サイドワンツーでもらって、最後シュート打って決める。で、右足でも決めるしね。うん、それもいいし。で、中にもやっぱちゃんと絞ってくれたりとかするので、なんかね、カウンターの時とかもやりやすい。うん、こことかのね、絞り方もいいよね。で、ここを見てほしいんですけど、サイドから速攻で一回戻って、中で絞って、縦に走る。うん、カウンター時もかなり使いやすい選手なんじゃないかなと思いますね。はい。という感じで良かったところですね。早くヌルヌル動けるドリブルということで。やっぱここかな、やっぱ早いし、で、ヌルヌル動く。だから通常操作でめちゃめちゃ早いんで、本当に好き放題できるなっていう印象なんですよね。うん、やりやすい。好き放題できる。うん、サイドに置いてドリブルでゴンゴンに行きたい。ありがとうございます。みたいな感じです。はい。で、悪かった点ですね。
で、フィジの弱さですね。まあ、ここら辺は弱いっていう部分あるかな。やっぱ競り合うというか、本当にセンターバックとね、ぶつかった時は、もう確実に負けるんで、100% の確率で。やっぱそこら辺は求めない方がいいかなと、個人的には思いましたね。はい、という感じで比較していきたいと思います。35万円という感じで能力見ていきましょう。で、能力ですね。いや、能力はね、もう高いというか、なんか強かったけどね、なんか安くないって俺は思ったけど、シンプルに。うん、やっぱ逆足音に上がってる部分がいいのと、やっぱフィジカル部分がね、なんだかんだね、マックスマンつけてあげるといい感じになったんで、いいと思います、それは。はい。という感じで一人目比較していきたいと思います。はい、という感じで一人目ですね、ジョー・コール選手でございます。で、能力見ていきましょう。で、能力ですね、出てる部分に関しましては、やっぱペース部分と、あとはシュート部分かな。うん、そこら辺はやっぱ勝ってる。まあ、ドリブルも勝ってる部分かなとは思います。はい。でね、負けてる部分はやっぱパスだったりとか、フィジカル部分が若干負けてたりするのかな。うん、そんな感じでございますね。ほんでね、やっぱ使ってみた感じはやっぱりね、扱いやすさとか、そのドリブル突破していく部分に関しては、やっぱりスターリングめちゃめちゃ軽いし、やりやすい部分はありました。スターリングをもっと高くなってもいいっていう感じかな、俺的には。乗り換えても全然ありだと思います。という感じでもう一人、比較していきたいと思います。はい、で、もう一人がですね、サラー選手でございます。80万円ぐらいでございますね。で、能力見ていきましょう。はい、で、能力ですね。まあ、パッと見た感じは、シュート、パス、あとフィジカル部分負けてるんかな。結構負けてるんです。これサラー高いね、能力。はい。で、まあ、勝ってる部分と言うならば、まあ、ペース部分だったりとか、あとはウィークフットが勝ってる部分なのかなと思います。使ってみてる感じはね、やっぱサラーの方が、重さは感じるんですよね。ただフィジカル部分があったりとか、まあ、そういった部分ではいいのかな。で、ウィークフットはね、やっぱ左足で打たなかったら、やっぱスターリングの方が上手いし、やっぱそこら辺で、まあ、買いが効くのかなと思いますね。で、サラーはやっぱ80万ぐらい高いし、まあ、サラーがやっぱ強いとは思うんですけど、もうほんま安すぎる気がする。サラーが今80万で、スターリングは、今35万って、俺多分50万ぐらいあっても俺いいと思うんですよね。はい。という感じで最終評価していきたいと思います。はい、という感じで最終評価していきたいと思います。スターリング選手でございますね。まあ、使ってみた感じね、あ、やっぱりすげえ扱いやすい。やっぱスターリングはね、まあ本当に誰が使っても強いというか扱いやすいなって感じる選手かなとは思います。まあシュート部分がもうちょっと高まってくれてたら嬉しかったかな。はい。という感じで、スターリング選手の最終評価は、星8つですという感じ、スターリング選手ね、俺8はつけていいかなと思います。相手にいたら多分かなりうざい気がする。ほんで、ケミもいいしね。俺はいいと思います。という感じでこの動画、もし参考になら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。